嫌いなのかな。正体不明の敵の攻撃を受けている。なんという速さだ。シャンが襲われてる。畜生、行かせるか。わかんない。どうする。私は人類の敵になった。もう地球へは帰れ。何を言ってるの。君がフィオの双子の姉か。自我は残ってるんだ。なんこの無罪。言葉を選べよ。傷つくだろ。そんなに頼っちゃって。もう一回だけ。一人で何もできないのに。私は違う。今日はこれくらいにしといてあげるわ。クソ、逃がすか。待ちなさい、今は艦隊のボイス。何言ってんだ。リオはエストを取り返しに来たんだろ。今捕まえればそれで終わりじゃないか。ちょっと前を見て。うわっ。何をしているの。早くドライブ起動しなさい。邪魔するから。早く艦隊に追いつかないと取り返しがつかないことになる。ああもう分かってるよ。こんなとこでよくそんな冷静でいられるよな。中に艦隊も。データベース該当なし。ファイルームの新型。また新型かよ。リオのデータベースって古いんじゃないのか。そう、姉さんが違って光が先で脱走したから、全ての情報を持っているわけではない。てっきり何でも知ってるのかと思ってたぜ。それの理由は知ってるわ。あなたの恥ずかしい話。な、そんなもん。いい、今はそれどころじゃないだろう。停電なる場所、彼らに戦う。そう、今楽にしてやるから。遅い。これは人類存亡をかけた戦いなのだ。のんきに遅れてやってきて一体何をしていたのかね。リオがエストを助けたいって言ってるから。ちょっと黙りなさい。ええ、理解しているわ、帝都君。ごめんなさい。君のことは信用している。隣の未熟者によく言い聞かせたまえ。了解。怒られたのってなんか久しぶりだ。何よ、他人事みたいに。来たよ、グラートさん。